こういう荷物を持っているとやっぱりないのは不便、いかがなものかなと思いますけど。岐阜駅の利用者が困っていたこと、それが高齢化社会では私たちはもうエレベーターって当たり前だと思う。今月10日、JR 岐阜駅に設置されたエレベーター。岐阜駅は3階にホーム、2階に改札がある構造ですが、2階改札です。実はこれまで改札の中にエレベーターがなかったんです。車椅子に乗る人やベビーカーを押す人など、エレベーターが必要な人がホームに上がる場合、駅の係員に声をかけて、改札の外にある業務用のエレベーターで係員に同行してもらいながらホーム階に上がっていました。ホーム階から改札階に降りるときも同様に、ホームの端にある業務用のエレベーターのインターホンを押して係員を呼ぶ必要があったのです。子育て世代の母親を支援する団体は、改札の中に一度入ってしまってからエレベーターがないということに気づくので、ベビーカーを押していたとき係員を呼ぶ手間がかかり、乗りたい電車に乗れないこともあったといいます。私自身も独身の時には気づかなかったんですけど、やはり子供を産んで、利用しなければならないという状況になった時に、すごくこんな状況だったんだっていうところに気づくとともに、不便だなというふうに改めて思いました。障害者を支援する団体は、障害者でも自分でできることは自分でやりたいという思いがあるんですね。エレベーターはあったんですが、直接障害者が利用できないっていうのは非常に残念でした。1日の利用者がおよそ5万4000人に上る岐阜駅で、なぜエレベーターがなかったのでしょうか。 JR 東海によりますと、現在の岐阜駅ができたのは1997年、その14年前の1983年に当時の国鉄と岐阜県が駅の工事に関する協定を結びました。当時は駅のバリアフリー化を進める法律もなく、改札の中はエスカレーターのみ設置するという方針に。市民からはエレベーターを整備してほしいという要望が寄せられましたが、工事も進んでいたため大幅に計画を変えることはできなかったといいます。その結果、改札の外に設置され、各ホームの端につながる業務用のエレベーターを駅員の同行のもと運用するという形になりました。岐阜駅の完成から26年、ようやく改札の中に1基エレベーターが完成したのです。エレベーターの整備などにかかる費用およそ18億円のうち、国と岐阜市が合わせて3分の2を負担するということです。今回岐阜駅にできたエレベーターは東海道線の下りホームのみですが、 JR 東海は年内に高山線と東海道線の上りホームのエレベーターも整備する予定です。ようやく一つ障害者への思いやりが広がったということで、非常にありがたい。不便さもなく、当たり前に自由にどんな方でも駅が利用できるようになってよかったなというふうに思います。 JR 東海は駅のバリアフリー化を進めていて、東海3県の JR の駅でエレベーターがないなど段差が解消されていないのは愛知県の弥富駅だけだということです。